1200年の歴史を誇る古都京都。渋く色あせた町に可憐な花のように咲く舞妓たち、その始まりは遠く江戸時代に遡ります。当時参拝客でにぎわった八坂神社には茶屋が軒を連ねていました。そこで団子やお茶を振る舞っていた女性たちが舞妓のルーツ。現在京都にはお茶屋遊びを楽しめる花街が合わせて5箇所あります。八坂神社のほど近く、京都五花街の中で最も規模が大きく、その名も広く知られているのが祇園公舞、いわゆる祇園です。お座敷に花を添える舞妓がここ祇園だけで32人、京都全体では80人。彼女たちはそれぞれに沖屋と呼ばれる家に暮らしています。私たちが取材を許された沖屋玉。舞妓を目指す少女たちはまず沖屋で様々な修行を積みます。およそ1年の下積みを終えれば舞妓デビュー。舞妓としてお座敷を務めた後、20歳を過ぎると髪型も装いも変えて芸妓になるのです。舞妓たちは見習い期間から親元を離れて沖屋で生活を共にします。玉は舞妓6名、芸妓8名を抱える大所帯でした。女所帯を取りまとめているおかみ松尾久江さん。少女たちの母親代わりを務める久江さんもかつてこの町で舞妓から芸妓への道を歩んだ人。娘たちを預かるようになってもう21年になります。実は母親にはなりまへんけど、まあみんなをね、まあ自分の子供やと思わな、できしまへんな、こういうことは。お座敷に出た舞妓は接客に勤めるだけでなく、その名の通り優雅な舞を披露します。一通り習得するのもおよそ1年間の見習い時代。今年3月、京都から遠く離れた沖縄で一人の少女が中学校の卒業式を迎えようとしていました。少女の夢は舞妓になること。祇園の舞妓は今京都以外の出身者がほとんどです。一途な思いを募らせていたのは勝連彩菜ちゃん15歳。自分が好きな日本舞踊をどうしてもなんかどっかに行かせないかなと思った時に、でこうテレビとかやってたんですよ、舞妓さんのお正月のあれで、ちょこっとだけ。それで見た時に、で舞妓さんってこういうのなんだ。二人姉妹のお姉ちゃん、幼い頃からしっかり者でした。日本舞踊を始めたのが5年前。どうしても舞妓さんになりたい。彩菜ちゃんの中で淡い憧れは決意に変わっていったのです。母親の久美子さんは娘の夢に仰天したといいます。何言ってるの何がそれまで美容師さんになりたいって。またどうせ、ね、夢っていうかもう覚めるだろうって。けれど彩菜ちゃんはひたむきでした。学校のノートにはインターネットなどで調べたメモがどんどん増えていきます。舞妓さんってどんな生活をしてるの？言葉遣いはどう違うの？母親の知り合いのそのまた遠い知り合いをたどって祇園の沖屋玉に紹介状が届いたのは卒業式の間際のこと。その涙には沖縄を離れて見知らぬ世界へ羽ばたこうとする少女のときめきと不安が入り混じっていたはず。頑張ってよ、私もじゃあ訪ねるからね、頑張ってね。先生や友人たちもみんな彼女の遥かな旅立ちを知っていました。
どう卒業式を悲しい。寂しい。寂しい。でも頑張らないとね、今日。今日で頑張る。卒業のあくる日、彩菜ちゃんは母親と連れ立って春まだ浅い京都祇園へ。この日を限りにお盆休みまでは実家に帰ることなど許されません。夢への第一歩、体も心も震えていました。どうですか京都来て。寒いです。これからそのお客さんにね行くんだけど、どんな気持ちですか。ドキドキします。はい。沖縄とは随分と雰囲気の違う柳波。その一角にある沖や玉が彩菜ちゃんの家になるのです。緊張は母親の久美子さんも同じこと。こんにちは。沖縄のカツレンです。こんにちは。どうも。いらっしゃい。どうも。はい。はい、上がってください。明日からは裏からで、今日はな、表から入りますよな。はい、はい、上がり。なるほど。沖屋の暮らしはいくつものしきたりに支配されているのです。大丈夫ですか。お母さんとこうものすごい人多いから大変よ。ね、まあ。こうなマイコちゃんになろうと思った以上はな、はい、負けたらあかんな、はい、ちゃんとマイコちゃんにならんのな、はい、全然違う道を行くんやし、うん、な、だからそれが一番大変やな。はい、うん、はい、はい、まあ頑張ってください。大丈夫、よかったね、頑張ってね、頑張ってね、だ今までだからお母さん言ってたから安心したね。なんだかひどく慌ただしいお別れ。でも久美子さんには分かっています。別れを惜しめば自分も彩菜も辛くなる。気をつけてよ。泣くまいと思っていたのにやっぱり涙がこぼれてきちゃった。無理もありません、まだ15歳です。この瞬間から彩菜ちゃんはもう祇園の人、仕込みさんと呼ばれる下働きの日々が始まります。いつまでも涙ぐんでいることはできません。新しいお母さんが早速彩菜ちゃんをみんなに紹介。よろしくお願いします。彩菜、ちゃん、木田さんはこの家の、ご飯をみんなこしらえてくれはる人やから大事にしてた。はい、よろしくお願いします。安原さん、お姉さんで、で向こうがなかなか覚えられへんな、向こうがマメテルさん。なんせ玉は大所帯、先輩舞妓さんたちの名前を覚えるのも一苦労です。いろいろとまた教えてあげてや。頼もしてます。ひとしきり挨拶が終わると、彩菜ちゃんはこの先寝起きする部屋に案内されました。先輩たちとの共同生活です。ちょっと窮屈な4人部屋、一息つく間もなく声がかかりました。とりあえず紐を3本こっちに持っといたら楽やし、持っといて最初にこの仕込みさんの大事な仕事の一つが先輩の着付けの手伝い。自分が着物は着たことがあっても舞妓の着付けは複雑です。これを真っ先に覚え込まなければなりません。お茶屋さんの名前聞いてきはったら、いつも毎度おきに、何々さん毎度おきにです。何々さんはね、つけへん方がいいわ、はい、ちょっと電話の応対も重要。メモを片手に必死でした。あらゆる雑用をこなしながら舞妓を目指す仕込み期間、掃除、洗濯、それに舞の稽古、インターネットで調べていたよりずっと多かった。できるかな。